人で晩兵を三人も切ったんだ。ああ、聞いたよ。蛇を見て逃げたって噂をな。ああ、一人で三人も倒した。酒井の息子だろうが、役に立つならいいじゃん。いつまで耐えればいいんだ。次と落ち合うはずだが、どこにおる。山猫の一味、倒しておかねば。お前は逃がしてやる。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだよ。お主と同じ人に追われる身だ。入江を下げたあいつら、人と日和を引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ。では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらの日槍を奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工して火を大きくしよう。死ぬな、杉。あんたも。近くに高台がある。晩兵がいるけど。晩兵は俺が切る。その後北の海辺で待つ。あの高台か。
落ちれば杉も船に忍び込める。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば火槍を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。次に知らせよう。Dombes passa em um barco de. Eu te chute. Ter des passa em. Tendoan!
で、蒙古と海賊がいがみ合う。蒙古に寝返ろうという海賊は二度と現れんだろう。北の海辺で杉と落ち合うか。次の船がない。まさかまだ船に。この赤い傘は。さらば杉。心安らかに眠ってくれ。